2024年の全日本スーパーフォーミュラ選手権の第四戦富士。前日の予選では7番手に終わって、いつになく険しい表情を見せていた野尻智樹、チーム無限。だが、決勝レースは3位と優勝には届かなかったが、ポディウムに登場した時は満面を笑みで声援に応えていた。それだけ、彼にとって今回の3位表彰台は意味のあるものだったようだ。 直前の富士公式テストの段階から、トップを狙える速さはない、と話していた野尻。決勝日のフリー走行2回目もライバルと比べるとペースが上がっていない印象ではあったが、それなりに手応えはつかめていたという。みんながどういうタイヤを履いているのかわかりませんでしたが、僕たちはマイレージのいったタイヤを履いて走っていたので、1分26秒前半から入って26秒中盤くらいで、タイムが、 収まっていたのを見ると、これくらいのペースであれば、スタートで前に出て、展開をしっかり作っていけば、もしかしたらうまくいくかなと思っていました。今回、野尻が決めていたのは、7位からリカバリーすること、と、スタートで順位を上げて、ミニマム10周目、でタイヤ交換をすること、だった。そのためにはスタートが重要だった中で、フォーメーションラック直前に5番グリッドの太田野心、 ドコモチームダンデライオンレーシングが、オルタネーターのトラブルで急遽マシンをガレージに戻すこととなり、野尻の目の前が開ける形となった。大田、角野心選手がトラブルで走れなくなってしまって残念でしたが、そういった、うん、みたいなものがあって、1コーナーまでクリアな状態でブレーキングに入れました。そういった位置取りが良くて、スタートで4番手まで上がることができました。 あとはミニマムで入って、自分でレースを作っていくということは想定していたので、想定した通りの流れにできたと思います、と野尻。当初から決めていたという10周目にタイヤ交換を済ませて、きっと前は野尻の前を走っていた薪野忠介、ドコモチームダンデライオンレーシング、とおゆとしき、ベルテックスパートナーズセルも、インギング、に対してアンダーカットを成功させた。 その後、大湯の先行を許すこととなり、終盤には福住二例、キッズコムチーム KCMG が背後に迫ってきたが、しっかりとポジションを守って3位でチェッカーを受けた。これで11ポイントを稼いで、合計47ポイントにした野尻。今回は牧野や岩佐歩、チーム無限、が大量得点できなかったこともあり、ランキング首位をキープした。 ここのレースはチャンピオン争いの行方を決める、大きな分岐点になる、と思っていました。その中で予選では7番手になってしまって、これは、まずい、という気持ちも大きかったですが、そこからしっかりと3位までリカバリーできました、とのじり。今回、富士で転んでしまうと次の富士、10月のダブルヘッダー、でも取り返しがつかないような事態になってしまうだろうと思っていたので、 何としても良い順位でゴールしたかった。そういったところを踏まえても、ダメージを最小限にできたような一日だったのかなと思います。戦略面ではミニマムで入って、積極的に勝ちに行くレースをしていましたけど、その後に、ペースがない、と分かってからは、少し後ろ向きのレースになってしまったかもしれません。ダメージを最小限にするというのも、チャンピオンシップにおいては非常に大切なことですから、 そこは自分自身でうまくバランスを取りながらレースができたと思います。と、2年連続でチャンピオンに輝いている経験が存分に生かされたレースだった。ただ、次戦以降については懸念材料が増えたとのこと。その一つが、坪井賞、バンテリンチームトムズが今回勝ったことだ。個人的に、まずいな、と思っているのは、 タイトルを争う上で一番のライバルになるであろう坪井選手が、こうして勝ち始めてしまったので、そこは本当に脅威です、とのじり。3位になったことはチャンピオン争いを考えるとポジティブだったと振り返る反面、優勝できなかった悔しさも感じている様子。この悔しさを次は晴らさないといけないし、今回は予選が不上だったので、 その原因をしっかりと究明して次のモテギで勝てるように頑張るしかないですね、と次戦に向けた意気込みを語った。